はい、こんにちは皆さん、うまちゃんです。今日はね、お昼のチャーハンを紹介したいと思います。それで使うのはこのベーコンですね。アスパラと卵の、あのシンプルなチャーハンなんですけどね、すごい美味しいんで紹介したいと思います。でベーコンはね、角切りですね。これぐらい、アスパラなんですけど、アスパラはこう、でこの辺はね、こんな感じで半分に切って細かく、でこの辺はね、こうですね、大体大きさ揃えるとベーコンとね同じぐらいにするといいと思う。ここはちょっと硬いんでね、ちょっとピューラーでね、ちょっとここを削っていきましょう。あ、ちょっと大きいかな。まあいっか、こんな感じで。で、油入れますね。大体大さじ1杯ぐらいですかね。で、最初からもう強火です。強火です。で、ここで卵ですね。卵1個入れちゃいました。で、昨日の残りのご飯です。昨日の残りのご飯入れます。で家庭の火力なんでね、あんまね火から離さないでこの状態でしばらくね置いときましょう。温度が上がりますね。豚の美味しさがね出てくるんでね。でここで味付けでも塩ですね。塩ほんのね、まあ小さじ半分もいかないですね。これは味の素で、味の素はちょっと少し多めにしますね。こんな感じで、ここでもうアスパラも入れちゃいます。これね、緑が鮮やかでね、彩りがすごくよく華やかなんだね。でね、こんな感じで、で最後にね、醤油をね、一回しします。一周ぐらい。あ、香りがいいですね、やっぱね。で、ごま油を最後にね。まあ、大体でいいです。小さじ半分ぐらいですね。これで火を止めたいな。こんな感じです。ではカレー、これね、あのグリーンアスパラガスがね、緑がね、彩りいいですよね。こんなシンプルなチャーハンなんですけど、すごいねパラパラっと美味しく、それでですね、5月の、26日なんですけど、26日の水曜日に、日向坂46さんの、君しか勝たんという新曲が出るんで、それでね、ポスターちょっとね、買いましたね。なんかできないかなーっていろいろ考えてるんですけど、ちょっと紙飛行機をね、作ったんでね、ちょっと飛ばしてみますね。ちょっと移動しますね。
移動。でね、あ、そうだ、この空電、これ名前あるんですよ、空電って言うんですけど、これでね、なんか動かしてなんかやってみたいなといろいろ考えてるんですけどね。次は5月8日にね、なんかね、いろいろやってみたい、やってみたいなと思ってるんですけどね、うまくいくかなって感じで、で一応ね、この紙飛行機あるんですけど、これは真似てみたんですけど、似てますかね、見えるかな、ね、斉藤京子さんの真似ですね。ちょっとあんま似てないかな。こんな感じでね、やってみました。のポフの、あ、なんか変なとこ映ってるな。ダメだ。の紙飛行機を作ってみました。なんか紙飛行機でね、なんかできたらなぁと思ってるんですけどね。次回がね、5月8日なんでね、よろしくお願いします。ね、ここ超綺麗でしょ。ここ、あ、鏡面のことをちょっと言わせてください。ちょっとごめんなさい。はっきりと、だいたいこれぐらいでボケちゃうんですよ。だいたい鏡面ちってもこれぐらいでね、映ってるように見えて鮮明じゃないんです。見えるようで見えてないんです。でこうやって離すとくっきり見えてますね。これが鏡面ち。どこまでも鏡なんで、どこまでちっちゃくなっちゃうんですけどね。はっきり映るのがもう完璧っていうか。リーパンさんの上に言うと、もう完璧ですって。こんばんは、こう。まあ、昼間、まあいいんですよ、これ。まあ、どこまでもね、はっきりっていうのが鏡面の世界なんで。はい。これが鏡面の輝きなんですよ。以上です。ありがとうございました。5月8日にお会いしましょう。バイバイ。